皆さんこんにちは、ひろです。本日は初の大学生インタビューということで、現在モナッシュ大学1年生の佐藤正弘君にインタビューの方させていただきたいと思います。佐藤君、よろしくお願いいたします。こちらのチャンネルでは、マレーシアの教育情報や、生活情報などを配信しておりますので、ご興味ある方は、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。はい、佐藤君は昨年の7月からマレーシア留学がスタートということですが、早速質問の方をさせていただきたいと思いますが、マレーシアの、モナッシュ大学を選んだ理由について教えていただけますか。はい、まずはマレーシアを選んだ理由なんですけれども、はい、一番目はやはり手頃な値段です。うんうん、はい、大半のマレーシアに来ている留学生がおそらくそれに惹かれてきていると同じように、はいはい、このマレーシアの学費、生活費は、欧米のでの留学と比べても非常に魅力的になっていて、はい、そこがやはり一つ大きな決め手になっています。はい、2つ目はその安い学費な割には、マレーシアの大学の教育の質はすごく世界の中でもトップレベルに入るくらい優秀な大学がマレーシアにはいっぱいあります。はい、例えば僕が行っているモナッシュ大学のように、もともとはオーストラリアのモナッシュ大学のマレーシアにある分キャンパスになってまして、マレーシアの分キャンパスで教えられていることはオーストラリアのキャンパスとほぼ一緒になっていまして、はいはい、卒業時も同じ単位でグリーンがもらえます。はい、そしてマレーシアは東南アジアの中でも数少ない英語圏の国になっています。中華系の人、はい、マレー系の人、インド系の人、3つの文化が交わるマレーシアの国の中で、みんなは公用語の英語を使って交流しており、さまざまな文化を楽しめながら英語を学べるとても楽しい国になっています。はい、最後は、マレーシアの地理位置ですね。うん、日本から嘘7時間8時間の飛行機、で、時差も1時間しか変わらないというマレーシアはすごく他のアメリカ、オーストラリア、カナダなどと比べて、もう日本人でも同じアジアの国の中で留学しやすい国じゃないかなと思います。うん、確かにそうですね。続いてモナッシュの大学を選んだ理由としましては、モナッシュ大学はやはり世界、大学ランキング50位くらいに入る有名な大学のブランドにまず惹かれて、高い教育水準と、もう一つモナッシュがすごく誇りを持っている留学プログラムがありまして、はい、特にこのマレーシアキャンパスに来ている人たちに向けて半年間、ワンセメスターの、オーストラリア本校に留学行けるプログラムがあります。はい、そのプログラムは、マレーシアでマレーシアの安い学費を払いながら、オーストラリアの方に行って勉強できる、はいはい、それはすごい魅力的ですね。そうですね。うんうん、それと同じくもう一つは、モナッシュやはり世界中で有名な大学なんで、世界の中で、提携校、同じ提携校を持つ大学がいっぱいありまして、その大学の要求に合っていれば、もう半年世界中、どこでも自分で選べる大学に半年間交換留学に行くことができます。それも一つ大きな決め手ですね。なるほど、はい、ありがとうございます。では、実際の大学受験の科目と受験の対策について教えていただけますか。はい、はい、海外の大学受験は日本で大学を受験するときと違いまして、テストなどは特にないですね。日本人が海外の大学に入ると大体2パターンに分かれまして、一つは直接学部入学って、海外の大学の学部の方に直接入る、もう一つは、ファンデーション入学って言って、海外の大学に入るのに少し成績が足りてなくて、1年間、ファンデーションコースっていう、海外でいう
まあ、高3の1年をもう一度やるっていう感じで、はい、ファンデーションに1年間入るっていう、はい、2パターンがあります、はい、学部入学はまず、英語の成績と、はい、あと高校の成績ですね、うん、この2つが海外大学が要求する基準に満たしていれば誰でも入れます、うん、はい、そのまま入る、そうなんですね、うん、こう英語の基準は、まあ、大学の要求によって違いますが、はい、大抵は TOEIC もしくは、まあ、IELTS が非常に世界中どこでも使えるって感じですね、うんうん、そうですね、大学によっては学部に直接入学すると 6.0、6.5 もしくは 7.0 ぐらいの英語力が求められます、はいはい、あとは高校の成績ですね、高校の評定平均が、大学の基準通りに合っていれば誰でも入ります、はい、とそれがもしくは少し足りてない、もしくは海外ではもう学部によって日本の教育、日本の数学や英語が認められないという学部もありまして、はいはい、その子たちはもう例えば僕もそうなんですけど、同じに入るとき1年間必須でファンデーションに入れなければいけないってい う学部もあります、まあ、ビジネス、数学を用いるビジネス学部、はいはい、もしくは理系の IT 学部、コンピューターサイエンス学部などは、はい、多分ファンデーションの1年間通うファンデーションが必要必須になってくるっていう、そうですね、はい、そのファンデーションに入学する際も英語力と学校の成績が求められます、はい、それはやはり学部に直接入るのにちょっと、簡単になっていまして、うん、IELTS 5.0 もしくは 5.5 などがあればファンデーションに入れます、はいはいはい、なるほど、じゃあ特に大学受験というものをしたわけではなく、基本的にそのそ、学校の成績とその IELTS の成績で、はい、合格したということですね、はい、わかりました。ありがとうございます。で、次の質問で、コロナ禍でのマレーシア留学で大変だったことはありますか？はい、それはやはり大変でしたね。大変ですね。それはそうですね。やはり、はい、最初ね、国境が、ね、閉まってた時は、はい、大学生も最初は入れなかったんですね。そうですね。はい、僕2020年の3月に高校卒業したんですよ。はい、そこで、2020年7月からインテークがあったので、うん、はい、すぐマレーシア行けるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、やはりコロナで1年間延長されまして、はいはい、最初半年間で2021年になってすぐ行けるっていう情報が出たんですけど、うん、はい、まあやはりコロナが収まらなくて、うん、そのまんま2021年の7月までずっとマレーシア国境が閉まっていました、はい、で2021年4月になって、うん、国境がちょっと緩和されたすぐさま僕はマレーシアに、来まして、はい、そこでマレーシアがちょうど一番、うん、コロナが増えてたと思うんです。 EMCO っていう一番辛いロックダウンの時のタイミングで来られた。そうですね、そのまま EMCO に直接突入しまして、はいはい、まあ、マレーシアでほぼどこも行けない、はいはい、もうずっとレストランも閉まってて、うん、本当に最低限のスーパーと生活用品が買える、薬局ぐらいでも10キロ以上移動しちゃいけないっていう一番厳しいところ、ありました、ありました、そうですね、そうか、その一番ね辛い時に切ったからね、はい、それは大変ですよ、いきなり来てね、そうですね、特に一番大変だったのはワクチンに関してなんです。あ、はいはいはい、その時僕が、7月マレーシアに渡航した時、まだその、はい、日本ではそんなにワクチンが普及してなくて、まあ僕ももちろん日本で直前に受けてないんです、うん、はいはい、受けてないままマレーシアに来て、うん、はい、マレーシアは日本よりもすごいワクチンに厳しい国、そうですね、ワクチン接種してないと今も飲食店で飲食禁止ですもんね、その当時も、モールとかレストランとかが少し秋、はいはい、うん、8月の後半ぐらいからですね、うんうん、少し秋つつの中で、はい、その僕外国人は、はいはい、ワクチンのアポイントメント、はいはい、予約がですね、うん、あまり届かないです。そうですね、最後の優先順位がさっき最後ですよね、そうです、そうです、マレーシアのローカルが先でっていう順番ですよ、はいはい、高齢者、ローカル、あとその下の方から帰ってくる感じですね。そうです、そうです、
ね。なので、うん、その時すごくいろんな場所でなんかウォークインの、うん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 、もうあ当日歩いて入れるみたいなワクチンの接種場がありまして、はいはい、とその情報を調べるのに、うんうん、もうほぼ毎日いろんな場所に行って試してワクチンを受けてもらえるかって、はい、すごくそうですね、友達と、うん、情報交換、そうです、二十歳だから逆に私たちよりもどもっともっと後で、ね、そうですそうです、順番的になので全然受けられなくて、もうみんなレストランとかモールとか空いてても自分とこも行けないみたいな、ずっと家で隔離状態が続いてまして、最初そうですね1ヶ月ぐらい探してようやく空いてるところを見つけて、はい、自分が住んでるところは1時間ぐらい車で離れてるところに行って、行ってそうですね、並んでやっと打てたっていう大変な話があります。 それは大変ですね。なんか、はい、ね、年齢で、年齢順で、外国人も年齢順で聞いてたんですよ。そうですね、だから一番 ね、はい、ね、あのやっぱ30代40代とか多いから、その中代、はいはい、その後になるってことを結構、ね、待つのがそうですね、その通りです。あとワクチンも種類があるじゃないですか、うん、そうですね、ファイザーとか、ね、シノバックとかアストラゼネカとかね、はい、いろいろありますからね、うん、日本人はどちらかというとファイザーを打ちたいっていう要望がありますよね。それですごくファイザーが当時マレーシアの中で少なくなってまして、うんうんうん、どこも外国人に公開しているウォークインのところはみんなシノバックだった、うん、そうですよね、みたいな、うん、感じなので、うん、僕も探したところはウォークインでファイザーを打てたんです、うん、すごい、それを探すのにすごく大変だったって感じですね。いやでもすごいすごいすごいですよね、 その状況で来てね、一人で ね、来てそういうものを自分でちゃんと見つけて、なんかすごい感心します。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、現在のモナッシュ大学の、授業や、マレーシアの生活についてはいかがですか？はい、モナッシュ大学の授業は、うん、一言で言うとすごく厳しいですね。そうなんです、はい、海外の大学は、まあ、先ほど僕も言ったんですけれども、学部で英語力と高校の成績が基準に合っていれば誰でも入れると僕は言ったんですけど、まあ、それは入学に関してはその通りで、本当に基準にさえ当てれば誰でも入れるんですよ。でも海外の大学は、まあ、卒業するのはもちろん、進級、次のセメスターに入ることすらすごく難しい。そうなんですよ、それは聞きますよね。なんか日本の大学は入るのが難しいけど、卒業するのはそんなに大変ないけど、ね、海外のはやっぱ逆だっていう、ね、そうですね、それはやはり毎学期生徒にちゃんと知識をつけてもらう、ちゃんと勉強してもらうためにそういう仕組みになっていると思いまして、はい、すごく、モナッシュは他の大学と比べても1学期が短いのが特徴なんですよ。なるほど、はい、1学期が約毎学期12週間しかなくて、はい、まあ約3ヶ月ですね、はいはいはい、3ヶ月、2月から5月で、8月から11月っていう感じで、はいはい、他のほぼ5ヶ月、6ヶ月、半年ぐらいは休みなんですよ。あ、そうなんですね。なので休みが長く、学期が短いっていうモナッシュの特徴なんですけれども、その分、他の大学が5ヶ月ぐらいでやる内容を12週間でギュッて短縮させた授業の形なので、毎週毎週予習はもちろん、はい、もう毎教科 4,5 時間ぐらいしなければ全然ついていけないような感じ。 4,5 時間の予習、そうですね、すごい、いやすごい。特に留学生にとって、はいはい、まあ、予習は、ビデオレクチャーを見たり、あともういきなり10ページぐらいの本、英語の資料みたいなのを全部解読したりしなきゃいけないので、はいはい、特に英語が母国語じゃない留学生にとっては予習は本当に大事になってきますね。なるほど、そうですね、予習をして授業に挑んでちゃんとそれを吸収するという、そうですね。あとは日本の大学と授業形態が違うところですかね、はい、がちょっと面白いなと思った。まずレクチャーっていう日本の、なんだろう、大学でいうすごいみんなで一斉に先生の授業を受けるような授業がなくて、マレーシアでは
ビデオ全部、モナッシュ上でレクチャーのビデオになってまして、はいはいはい、大学にいて実際に授業を受けるのは、うん、チュートリアルっていうディスカッション授業しかないんです、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。毎週自分で時間を見つけて、そのレクチャーを見てちゃんと勉強した上で、そのディスカッションの授業だけに参加して、うん、みんなで意見交換を行ったり、先生からフィードバックをもらったりっていう感じの授業しかないですよね。そうなんです、ね、他は全部本当に、うん、材料とか資料だけアクセスできるようにして、うん、生徒たちが自分で勉強しなきゃいけないような環境をやってます、はい、そうですね、うん、マレーシアの生活については、うんうん、僕は本当にマレーシアはとても暮らしやすい国だと思います、うん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 、まず食文化なんですけど、マレーシアの料理多分日本にいる皆さんはあんまり想像つかないんですけど、うんうん、まあ、米を主食にしていまして、うんうん、あとは日本食のレストランなども結構ね、そうですね、本当にどこでもあるって感じ で、うんうんですね、日本からすき家だったりとか、うんうん、いろんな結構ね、いろいろ進出してますよね、ドンキもあるしね、はいはい、うん、もう本当にマレーシアの中にいれば日本とそんなに変わらないような生活はできますよね、うん、あとはまあそうです、すごく、生活費が安い国なので、うんうん、本当に頑張れば 1ヶ月1万円でも全然生きていけるし、そうなんです、すごい、はいはい、なるほど、すごくそうですね、暮らしやすいです、うん、はい、一つ言えば天気ですかね。あ、そうね、それはなんか夕方に大体なんかバケツをひっくり返したみたいな雨、ね、まあ、そうですね、すごい夕立が毎日あるような国ですけど、うん、天気がいい時はすごく天気いいし、これ一年中夏なので、うん、そうですね、それはかなり過ごしやすいですね、そうですね、うん、冬が厳しい人にはとても向いてる、うん、確かに寒いのね、嫌いな人は嬉しいね、はいはいはい、おすすめですね。実際今は、はい、学部は、ビジネス学部ですね。そうですね、ビジネス学部に入ります、うん、はいはい、ビジネス学部っていうのはどういったことを主に勉強するんですか。そうですね、大学では、うん、専攻が分かれてまして、はいはい、会計学だったり、うんうん、バンキング&ファイナンス、うんうん、金融系だったり、うんうん、はいはい、あとビジネスアナリシスっていうデータ分析ですかね、はいはい、とかは人気になってまして、はいはい、他にはマネジメント管理学部だったり、うん、マーケティング学部、はいはいはい、あとはビジネスローですね、うん、あ、ビジネスの法律など、それぞれの分野に分かれて、うん、自分の好きな分野を選択、そうですね、佐藤くんは今面白いなって思う学科なんですか。僕はそうですね、本当に専攻を決めるのはあと半年後になってるんで、うん、はいはい、今はとりあえずいろんな分野にアンテナを張って、自分のそうですね、好きな分野を決めているっていう期間なんですけど、僕が面白いのはやはりマネジメントとマーケティングのあたりですかね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次に、まあ、将来の目標や、まあ、これからやってみたいことがあれば教えていただけますか。はい、わかりました。将来の目標、そうですね、僕はとりあえず世界をもっと知りたいと思ってまして、うんうん、はいはい、まあ、2年次の留学、半年間オーストラリア、はい、半年間どこか、はい、まあ、ヨーロッパかアフリカあたりを考えてるんですけど、はい、世界にもっと出て世界を知って、うんうん、もっと自分を知るっていう目標ですかね、はいはい、今のところは。素晴らしい目標だと思います、はい、自分が例えば新しい世界のどこかの街で、うん、こんな人たちがこんなことをしているんだって、うんうん、それをじゃあ例えば自分は今まで生きてきた経験と掛け合わせて、自分は将来本当に何になりたいのか、うんうん、どういうことをして生きていけばいいのか、うんうん、などを考えることですかね、うん、これからは。素晴らしい、しっかりしてますねありがとうございます、はい、具体的なことに関しましては、うんうん、まあ、マレーシア、せっかくマレーシアっていう日本から出て、はいはい、新しい環境に来ているので、うん、もっとインターンシップなど、はいはい、実際に会社に関わって、うん、その会社の経営などに
携わってみて、うん、自分の力で何かを成し遂げてみたりとかしてみたいですね。わかりました、はい、はい。ぜひインターンシップなんかちょっとご紹介できるところあるかもしれないです。そうです、お願いします、はいはい。では最後にはい、これからマレーシア留学を目指している人に何かアドバイスがあればお願いいたします。わかりました。アドバイスですね、うん、まあ、一つ目はやはり英語力だと思います、うんうんうん。はい、海外留学、まあ、マレーシアとはいえ大学の質もすごく高くて、大学側から要求される力もすごく高くなってます、うんうんうん。なので日本の高校生の皆さんでしたら、うんうん、英語力をまずとにかく身につけることですかね、うんうん。日本にいる間、もちろんマレーシア来てからもそうなんですけど、うん、たくさん英語を話す人と話して経験を身につけて、あとは、恥ずかしさを捨てた方が、あ、なるほど、それはあるかもね。日本人の方はまあシャイなところ、ね、あるから、はい、うん、日本人の方でもちろんマレーシアの大学に来ても、うん、本当は英語を結構話せるのに、うん、でも自分が間違えるのじゃないかと恐れて話さない子とかもいたりするので、とりあえず話さなければ絶対うまくはならないので、うん、そうですね、うん、いっぱい話してもらって、うん、って感じですね、はい。あとは自分の学びたいこと、うん、大学、まあ、海外の大学は特にそうなんですけど、すごく自分のなんだろう、学部を変えたりとか専攻を変えたりとかするのが簡単になってまして、うんうん、自分でこの学部で学んでみて、あ、ちょっと違うなと思ったら、うん、すぐ他の学部に入ることが簡単なんですよ。なるほど、うんうん。なので、そうですね、とりあえず自分の本当に学びたいもの、興味のあるものをしっかり見定めて、うんうん、で持ってない人は、まあ、たくさんの知識とか分野とかにアンテナを張って、うん、自分の興味あるものなどを決めてからマレーシアの大学に来た方がいいかなと思います、うん、はい。最後は、そうですね、新しい環境を楽しめる力だと思います、うんうん、そうですね、はい、新しい環境に、出入した時、人間は大体ホームシックになるか、うん、それを面白いって思うかなんですけれども、うんうん、まあ、マレーシアは特にすごく留学としては楽しめる国だと思います、うんうん、そうですね、アジアの同じ環境の中で中華系の人、インド系の人とマレー系の人、うん、3種類の人種がいる社会で、うん、それぞれの文化が本当に交じり合ってる、うん、なんかとても不思議な国なんですよね。面白い国ですよね。そうですよね。本当なんかインド人街とかもあったりね、はい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 、なんかマレーの、ね、人がいっぱいいるところ。そうですね。祝日もたくさんあって、ね、例えば11月になったらディパバリっていう、うん、そのインド系のね、あの砂絵みたいなね、はい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 、どこのボールにもできますよね。そうですね。その時は例えばインド系の友達と、うん、なんだろう、その交流したりとか、うん、そうですね、したりとかね、あと、うん、たくさんのことができます、うん。2月になったらチャイニーズニューイヤーっていう、ね、これまた大きいね、一番盛り上がってます、そうですね、マレーシアは意外とチャイニーズの方がね、はい、多いからも、そうですね、その前後ずっと爆竹になってますね。そうですね、もうどこ行ってもすごい、みんなすごい、その爆竹がすごい、はいはいはい、チャイニーズの方々も結構みんな優しいので、うん、どこに行っても、うん、なんだろう、挨拶してくれたりとか、うん、あと、まあ、チャイニーズニューイヤーで一つ、人気なのはお年玉をもらう、あ、そうね、アンパ、そうですね、アンパをもらうっていう文化があるので、うん、全然知らない人とかでも、うんうんうん、ちょっと話せば仲良くなったら、うんうん、みんな礼儀でそれを渡してきたりとか、うんうん、すごく、まあ、楽しい、そうですね、なんかイベントがずっとありますよね、はい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 、マレー、次がマレーになる、そうですね、次マレーになります、うんうん、食文化もすごい盛んですね、うんうん、インド系だったら、まあロティっていう日本で言うとナンみたいな、うんうんうん、カレー売ってる場所がいっぱいあったり、うんうん、マレーシアだったら、まあ、マレーシアの国民によるナシレマとか、ね、うんうん、はい、が売ってるとこがあったり、うん、中華系だったら、まあ、麺とか中国の料理とか、うん
もうどこでも楽しめる。そう、だから食、味もなんか、ね、はいはい、アジアフードだから日本人の舌に合うんですね。そうですね、麺とかご飯系とかは、全然食べやすいものが多いですよね。そういう点を含めまして、新しい環境ですけど、まあ、どこか馴染みがあるような日本人にとっては、そうですね、その環境の中でいかにその楽しんでいくか、そうね、楽しむ方がね、はい、絶対いいよね。そうですね、自分の留学生活に、はい、はい、ありがとうございます。すごいためになる貴重なお話を今日はありがとうございました、はい、ね、4月にもね、4月からね、国境の方はね、マレーシアの ね、観光で入れるようになりますので、はい、今ちょっと私の方でもホリデープログラムとか短期留学ができるようなプログラムを今作っておりますので、ぜひマレーシアに留学や移住に興味ある方は、概要欄でお問い合わせいただければと思います。では今日は佐藤君ありがとうございました、はい、すごいためになるお話、勉強になりました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。では、最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。グローバルキッズエデュケーションではマレーシアに教育移住をしたママ目線でマレーシアのインターナショナルスクールのご相談やサポート、現地での住まいから生活全般のサポート、ママに寄り添うきめ細やかなサポートが魅力です。マレーシアの移住に関することでしたら何なりとお問い合わせください。まずは30分の無料オンライン相談を受け付けておりますので、概要欄からお申し込みを。